どうも、乱世の勧誘です。今回は初心者のための三国天武入門動画ということで、勝因についての説明をしていきたいと思います。まずこの勝因なんですけども、この領土を押してやるとですね、はい、こういった感じでね、ここ駐屯探索勝因放録とかありますよね、ここの勝因を押すとこういった勝因メニューが出てきます。またこの放録を押すと、領土のこの言うたらね、受け取り、領土の放録のね受け取りができるようになるんですけども、この放録言うたら何かというと金塊を手に入れるんですね。で、1日に1回受け取ることができます。で、ここで一つ疑問なんですけども、そうしたら軍団に入っていなかったら勝因の操作はできないのかということになってくるんですけども、そんなことはないですね。一応領土メニューが軍団に入っていないと開けないようになるんですけども、そういった時はですね、こちらの武将を押していただいて、右上の小生台、ここを押していただくと小生台がねこう並んでいるページに移ることができます。そしたら、まず勝因の手に入れ方について説明していきたいと思うんですけども、まずですね、先ほど説明した金塊ですね、この金塊を使って、この勝因、勝因獲得で、この左端ですね、金塊100で、1回勝因ガシャ引けますね。そしたら1回引いてみましょう。はい、こんな感じで勝因を引くことができるんですけども、他に手に入れる方法といいますと、この真ん中と右ですね、これは元宝を使ってのガチャになるんですけどもまあ元宝に余裕がある方はこちらの方で入手していただいたらいいと思うんですけども、僕はあまり元宝に余裕がないので真ん中と右をすることはあんまりないです。それと勝因引き換えって左下にありますよね。で、右に8ってあると思うんですけどもこの8っていうのがね、推薦書の数になってくるんですね。この推薦書というのは、ガチャを1回引くごとに1つ手に入れることができるんですけども、この左真ん中右のこの枠の中の真ん中に報酬、本みたいなやつかける1とかって書いてますよね。この本みたいなやつが推薦書です。この推薦書を使って、この勝因引き換えを押すと、この200以上でね、赤色の勝因で、50でね、紫の勝因が手に入れることができます。他の手に入れ方といいますと、領土戦のね、勝利報酬とかで、赤色の箱とか紫色の箱が手に入るんですけども、それを開くと勝因が入っています。あと稀になんですけど、この探索のですね、この探索進歩というところ、今100分の30になってますよね。これあと探索7回したら右の箱が開くようになるんですけども、この箱を開けるとですね、稀に勝因が入っていることがあります。手に入れ方は言ったらこんなとこですかねで、勝因の種類なんですけども、はい、ここ勝因倉庫のページになるんですけどもね、この右側に持っているのが僕の勝因になっています。で、上に、刀をこう十字にしたマークが左上についている勝因がありますよね。これが装備している勝因になります。で、勝因の名前を見てもらうと白虎印とかね、青龍印とか玄武印とか書いてると思うんですけども、覚えておいてもらいたいのが、朱雀印はですね、奥義武将、白虎印は剣武将、玄武印が盾武将、あと青龍印が弓武将に対応しているんですね。なんで、こちらの小生代で、例えば今左端長領が木白虎印というのを装備してますよね。この勝因を変えようとしてもですね、
白コイン以外は装備できないんですよね。なんでこう盾剣と対応した武将にしか装備できないということになります。なんでさっき、どこやったかな、推薦書のページありましたけど、剣武将の、勝因が欲しいとなったらですね、この白コインを買わんと意味がないということになるんですね。なんでこう欲しい勝因を手に入れるっていうのはなかなかこう大変な作業になってきます。これ日々のこう日課を積み重ねてですね、少しずつ手に入れていってください。でこの勝因技能いうのが左下にありますけども、このダイヤマーク2つ鉄骨有力って書いてますよね。これが通常属性になります。で星マーク迅速って書いてますよね。これが特殊属性になります。これを覚えておいてください。で、この白コインとか玄武印とか変えてるの左に木とか鎮とかあと領有もあるんですけどね、これなんかだと領になりますけど、それとまあ何もついてないこういう、勝因があるんですけども、領というのはですね、この通常属性が一つ、通常属性がついてなくて特殊属性が一つついている勝因ですね。これが領なんたら印になります。で鎮なんたら印になると、通常属性が一つと特殊属性が一つ、これがついているのが鎮なんたらになります。で、キーになりますと通常属性が2つと特殊属性が1つついている、勝因ということになるんですけども、なんで目指してほしいのはね、やっぱり通常属性より特殊属性の方が使える属性ですから、このキーとか量とかチンとかついてるのが当たりですね。一番の当たりがキーで、この次がチン、その次が量ということですね。で、まあ無印は外れとまでは言わないですけど、まあ一番こう使えない勝因ということになります。で、あとですね、注意してほしいのがですね、この勝因の色ですね、これ赤と紫と、青が今僕持ってますよね。これレア度が高い順です。その下には緑がありまして、その下には、白があるんですよね。で、この白の勝因とは今ちょっと僕持ってないんで説明しにくいんですけども、星5以上の武将が装備できるようになってます。で緑も一緒ですね、星5以上の、武将が装備するできるようになってくるんですけども、この青と紫ですね、青と紫になったら星6以上の武将でないと装備できないんですよね。なんで、星5以下の武将ですとこの青と紫の勝因は装備できないということになります。で、赤の勝因になりますと、もう星7以上の武将でなかったら装備できないということになっているんですけども、これがちょっとよく意味がわからないですよね。もしこう赤色の勝因を装備できる星6武将とかでね、もしかしたらこう勝因のおかげでめっちゃ輝ける武将とかが出てくるかもしれないんですけども、この勝因の縛りでですね、最終的には星7武将しかまあ使わないみたいなことになってしまって、こう戦力の幅をね狭めてるような気がして非常に残念だと思う部分ではあるんですけどもね。で、この特殊属性、星マークの属性ですね、今これやったらまあ迅速というのになってますけども、この特殊属性の種類なんですけども、こんだけあるんですよね、たくさんありますよね。でこれ、また朱雀とか玄武になったら内容が変わってくるんで、どのような特殊属性があるのかというのは、その都度確認してほしいんですけども、この中、例えば迅速が欲しいやと思って迅速引いたと思ってもですね、さらにその迅速の中にですね、このちょっと迅速の説明を読ませていただきますと、装備者の体力が初めて 30% 以下になった時、攻撃速度が40から100上昇、10秒間持続ということなんですけど、この40から 100% というのがですね、もう変動性なんですよね。なんでこう
せっかく迅速が欲しくて迅速を引いてもですね、それが当たりとは限らないんですよね。ここの数字を高めていく作業というのは非常に大変になってきます。で、原稿を使ってね、ガチャで勝因を手に入れて引くっていう手もあるんですけども、そうそう引けるものではないですね。例えば僕がこの、長量に装備させている排水付きの白コインですね、これ、装備者の体力が初めて 20% 以下になった時すぐに4秒の投機を回復とあるんですけども、これ最高値は10秒なんですよね。4秒と10秒だったら雲泥の差なんですけども、この10秒なんていうのはまあ引けないです。なんで今4秒で妥協して装備させているんですけども、まあこうこの勝因というのね、僕ももう何ヶ月もね、装備している勝因変わってないんでね、そうそう引けるものではないんですけども、こう引けた時っていうのはものすごいこう戦局が一変するぐらいね、強い勝因もありますので、でまたそれはね、武将によってこう有効な特殊属性というのは変わってきますんでね、まあ、そこら辺もですね、このハテナマークのところを押してですね、まあ、眺めていっていただけていただいて、こんなんあるんやみたいなのを、まあ、ちょっと見ていただいておいて、軽く頭の片隅に入れておくのがいいんじゃないかなと思います。そしたらこの勝因さ、いざ手に入れました。そしたらこうどう装備するのかと言いますと、ちょっと一回外しましょうかね。はい、そしたら左端にこう空きの小生台があるんで、ここに装備していきましょう。そしたら武将まず誰にするかっていうこうね、一覧で見えるんですけども、そしたら長領に装備させましょう。で、勝因を選ぶと勝因奉仕、これで装備できるんですけどね、長領をセットしているのでもう100コインしか表示されませんね。逆にこれを外して、まず勝因からつけるとなると、こう白コインから青龍院から何でもこう持っているやつが全て出ている感じですね、いう感じで装備していきます。順番はどちらからでも構いません。あっちこっちで、この勝因をタップしたところの右、勝因変更、左鍛錬とありますよね。この鍛錬というのは何かと言いますと、この小生代の、強化値を上げていく作業なんですよね、鍛錬というのはね。この左端の小生代、死尾小生代って書いてますけども、総強化値480って書いてますよね。この数字が高ければ高いほど装備させた武将の、体力とかね、秒間攻撃力の上がり幅が大きいということなんですね。でこう右端になっていくと、慶明小生代っていうになってますけども、これ総強化値 24% になってますよね。これだとまああまり強化されないということになってくるんで、とにかくこの総強化値ですね、これを上げていくっていう作業をしないといけないんですけども、これも大変は大変なんですよね。そしたら鍛錬ボタンを押してみると、こうソケット1234ってありますよね。でこう右矢印があって、こういう感じでずらしていけるんですけども、一番、弱い小世代が慶明ですね。このソケット1の上に書いてますよね。で次が武極で北斗天狼でマックスがシビという感じになってるんですけども、まあ、最終目標としてはこの全ての小世代ですねをシビにするっていうのが、まあ、最終目標になるんですけども、僕は今のところ2つしかできてないですね。で、天狼が2つ。これをまあ、守備にしていこうかなという感じですね。まあ、4つね、鍛えておけばですね、こう、防衛と攻撃両方に、まあ、対応はできないにしても、付け替えることによってね、防衛力を高めたいときは、この、言うたら、守備とかの方に、まあ、防衛武将を装備させてという感じで、まあ、臨機応変に対応することができるということですね。そしたら、鍛錬で、この慶明を、武局かな、武局にするにはどうしたらいいのかと言いますと、このソケット、今 17%、7%、はてなパー、はてなパーってなってますよね。で、このソケット3を例えば鍛錬しますと、はい、13% いう数字が出てきましたね。そしたらソケット4も鍛錬してみましょう。
15% という数字が出てきましたね。これ、すべて1から4までのパーセントを足すと 52% になってるんですよね。で、これが、64% になれば、慶明から武局に、こう、小生代がグレードアップするということになるんですよね。で、精錬範囲ですかね。っていうのが、5% から 20% 言うて変えてますよね。なんで、この 5% から 20% の数字の中で、まあ、高い数字が出るまで、こう、精錬かな、していくということになってくるんですけども、例えば、このソケット2だったらですね、7% なんで、まあ、こう、また伸びしろは大きいということですね。ここを精錬していきましょうかね。はい、これで 17% になりましたね。そしたら、総強化値が 62% ということで、あと 2% 上がったら、こう、武局になるということなんで、今度、このソケットの3を精錬してみましょう。これ、ね、結構なかなか出ないんですよね。はい、これで強化できましたね。こういった感じでどんどんレベルを上げていく感じなんですけども、この精錬に必要なアイテムですね。これが下に並んでます。これだと七殺霊。これだと破軍霊。これだと、貧乏霊というのかな。これを消費して、まあ、精錬していくわけなんですけども、この小世代のレベルが上がるにつれて、この必要なこの霊っていうのがね、増えていったりですね、またレベルの高い霊が必要になってきますんでね、それがまあ大変になってくるというのと、あとですね、この、これですね、栄誉、これも必要になってきます。これは、探索とか、その他いろいろ手に入れる方法あって、結構余ってくるアイテムになってくるんで、あまり気にしなくていいんじゃないかなと思います。そしたらさっきの霊ですね。七殺霊とかいろいろありましたけど、破軍霊とかね、ありましたけど、あれはどうやって手に入れるのかと言いますと、この列伝。この列伝をクリアしていって、ここ、例えば関東の戦いをクリアすると下に箱がありますよね。この箱をタップすると中に入っていることがあります。あと他にですね、この勝因で、勝因分解。とかで、例えばこの青の原部位を分解すると七殺霊が3つ、破軍霊が1つ手に入るというわけなんですね。こういった感じで、霊を手に入れていきましょう。また最終的にはですね、七殺霊は一切使わずに、こう破軍霊とかしか使わなくなってくるんで、この霊廃進化というのを選んで、例えばこの七殺霊57をですね、この70万の金と使ったらですね、破軍霊14に変換することができます。こんな感じでね、そしたら七殺霊が1つになってますけども、逆にこのレベルの高いね、破軍霊を七殺霊にこう分解することはできませんので注意してください。こんなとこかな、勝因の説明と言いましたら。この勝因っていうのは本当にこう一ついいのが手に入るとこう戦局を一変させます。で、これ最初からあったわけじゃないんですよね。途中から実装されたシステムなんですけども、このシステムが実装されてからですね、大きくこう、武将の働きというのが変わってきてます。で、この、どの勝因を持っているかというので、こう、取る武将を決めたりとかね、そういった方法も必要になってくると思うので、皆さん、こう、勝因のね、技能とか、特殊属性ですね、どんなを持っているのかというのをちょっともう一回ね、倉庫を見て確認してですね、それに対応したこう武将を手に入れていくといいんじゃないかなと思います。そしたら以上です。ありがとうございました。